はい、こんにちは、エンビです。今日は、1万円コーディネート企画ですね。上下で1万円以内でコーディネートする、まあたまに靴でちょっとはみ出すこともあろうかと思うんですけれども、毎週恒例の1万円で作るコーディネート企画、今回も行こうと思います。じゃあピックアップして、はい毎度おなじみなんですけど、うちのこのアトリエから、僕が持ってる商品の中からですね、1万円で作るわけですけど、なるべく今売っててあれですよね、見てる人が再現できるものがいいと思うんで。どうでもいいけど、このスーツ100万する。グッチの店に遊びに来てくださいよって、昔の部下がグッチに転職したから、遊びに来てくださいよって言われて、あ、いいよって遊びに行ったら、がっつりもうオーダーの準備がされてて、あ、これオーダーしなきゃいけないやつだと。30万ぐらいかなと思ったら、なんか好み通りに言ってったら150万円ですって言われて、はぁーみたいな。俺とアシスタント2人で泣きそうになって、なんとかこう頑張っていろいろ調整して100万になって、まあ、転職祝いだと思ってしょうがないやと思って払ったんですけど、そんな話はどうでもいいですね。これですね、これにしましょうか。業界ごく一部ではあの GU 版バブアと言われてるアイテムですけど、本当にGU さんリスペクトが上手で大丈夫なのかな、これ自由見てんだけどな。イギリスのオイルドコートのようなデザインで、襟がコーデュロイになっていて、まあナイロンのちょっとこうスポーティーなブルゾンなんですけれども、こういうデザインってあんまりこう色の切り替えもないし、金具とかも目立たないようにこう黒塗りの金具になってるんで、あんまりそのカジュアルっぽい印象はないと思うし、あとはシャツ襟なんでちょっと大人っぽいんですよね。ナイロンもあのテカテカしたスポーティーなナイロンじゃなくて、比較的ツヤのある綺麗なナイロンになってるので、ナイロンって一口に言ってもいろいろなんですけど、これどっちかっていうと安い金額の割には頑張ってる方だと思っていて、比較的そのテカテカしたスポーティーな風合いっていうのがなくてですね、大人っぽく使えると思います。まあとはいえちょっとカジュアルめな、ジャケットではあるので、何かでバランスを取らなきゃいけないと思うんですけど、まあスラックスかなと思うんですが、スラックスで品よく合わせてあげたいので、結局なんか GU になっちゃうな。これ先週も使ってますけど、 GU のスラックスですね、この辺使いましょうか。インナーはちょっと黒黒で重たいんで、インナーは明るい色がいいですね。1万円だもんね、これかな。結局 GU になっちゃうけど、GU のチじゃないや、ポンチ、カットソーですね、こういうまあちょっと色味が明るいものをダクトの中に一色入れてあげると、これでね全部インナーまで黒とかにしちゃったりするとちょっと重苦しくなっちゃうんで、まあ秋冬なんて別に重苦しい色でもいいんですけど、まあちょっとやりすぎると少し地味になってしまうんで、メリハリつけて明るい色入れてあげた方がいいですね。暗い色ばっかりだとどうしても地味になっちゃうんで、はい、この3点で、あとはちょっと小物足していきます。これでいきます。はい、というわけでですね、1万円コーディネート、今回は、バブアというか、この名称を言わない方がいいのかな、英国調のハンタージャケットを使った着こなしになっております。まあちょっと軽くピックアップするときに説明した通りなんですけれども、スラックスでちょっとこう品をよく合わせですね、で上下黒にしちゃうとですね、どうしてもこう地味な印象が出てきちゃうんで、明るめの色を入れてあげてます。ちょっと大人っぽくするポイントなんですけど、カットソーを少しタックインしてあげたりだとか、あと髪型ですね、下ろすのよりも上げた方が基本的には大人っぽく見えます。おでこ出した方がよりフォーマルに見えるんで、まあ、髪型は別にこだわれないみたいな人もいっぱいいると思うんですけど、仕事柄伸ばすことができないとかいっぱいいると思うんだけど、上げる上げないは多分できると思うんですね。前髪作る作らないはできると思うんで、前髪作らないでおでこ出してあげるとちょっと大人っぽいフォーマルな印象になるんで、より大人っぽく、よりちょっと落ち着いた印象にしたいときは、タックインをしてみたりだとか、おでこを出してみたりとかをやってあげるといいと思います。ただタックインするとちょっと足の長さバレちゃうんで、なるべくタックインするときはですね、初めのうちは足元の靴とパンツの色を合わせてあげたりすると、足の長さがこうスラッと長めに見えるんで、タックインするときはそれをちょっと気をつけてあげるといいかもしれません。もちろんそうじゃないように合わせて綺麗に見せる方法もあるんですけど、慣れてない人はタックインのときはパンツと靴の色を合わせる。そんな風に考えてみてもいいかもしれません。あとおでこ出すとどうしてもこう顔が地味に見えちゃうんですね。日本人彫り深くないんで、彫りが浅いんで、ちょっと顔を出してこうベロンと顔をそのままおでこ出して顔をそのまま出しちゃうと凹凸のない顔がバレてしまうんで、こういうメガネだって、伊達メガネで全然構わないので、メガネだったりとかを入れてですね、凹凸とか陰影をあえて作ってあげるとちょっと外人風になるので、ぜひ試してみてください。前髪見るとそんなに気にならないんですけどね、こうざっと全部出しちゃうとどうしても彫りの浅さが目立ってしまうので、こうやってあげると外人っぽくなってよろしいと思います。
はい、そんな感じの1万円コーディネート企画、今週もやってまいりました。いかがでしたでしょうか。今でもこのハンタージャケットだったりとか、この GU の、ポンチのカットソー、それとスラックスなんかは、手に入ると思いますんで、あ、また言うの忘れてた。靴ザラですね。先週も同じことを言い忘れてましたけど、はい、今から GU だったりとかユニクロだったりとか行って買うこともできると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。もちろん金一銭ももらってないけどな。というわけで MB チャンネル、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。